い、どうもピヨキューです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、マイファーストトロールレベルカッコノットガーボということで、私の初めてのトロールコースト、ゴミではないということでしょうか。やけに自信満々じゃないか制作者よ。ゴミコースかどうか僕が判定してやるぜ。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、昨日飲みすぎちゃってさ、頭がめっちゃ痛いんですよ。なんでいつもと違ったら申し訳ありません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42% で、最近さ、白い恋人もらったんだけど、あれ中にホワイトチョコレートが入ってるじゃん。でも僕ミルクチョコレートが入ってる方が好きでさ、じゃあこれ黒い恋人じゃないって言ったことある方いるんじゃないの。僕もその一人です。いや、これは意外とやらせてくんない優しいステージなのね。じゃあここのハテナブロックを叩いていく。そしたら恋人同士のバレーがやってきました。開幕ダブルバレー。なんか今右下行った時ね、やられるまで楽があったんだけど、なんかあんのかなあそこ。じゃあここ青うわーできないね。ないよ、なんか生きてるね。でも結局やられるだけ。誰かもう分かった、みなまれモスナ。このコースあと33回やられる以内にはクリアしていきたいと思います。それじゃあここはクッパクラーに乗れば天国行きの特急列車。頭が痛くなってきましたもん。僕が天国行きになりそうです。まだお酒が残ってる催しですね。ここは右逃げてあのコインの場所に行く。追ってんじゃない。そしてこの P スイッチのドアに入っていけば、カシャーン来ましたね。ここは一旦上に行っておこうか。上に行っても鍵が手に入れられないということは、あの鍵を手に入れる必要がある。何が来てもきっと大丈夫だって、僕はトゲメンティがあるもんね。なるほどね、確かにトゲゾウをかぶってても P スイッチはどうしようもないもんな。トゲゾウの安心感すごくない。かぶってる時の何でもやっつけれるんだよ。ブラッパとかブロックも壊せるしさ。ここはリンクを持ってこいって書いてるけど、リンクはどこにあるんだろう。ヒントって書いてるね。この土管の先になんかあんのかな。それはわかるかー。もうすべてわかりましたわ。ここでオンを変えたらリンクが取れるということで。でもこっから何か罠が変わってんじゃないだろうね。だいたいアイテムを取れば罠が変わるっていうシステムよく聞くよ。さっきはこんなかったよね。絶対こっちじゃない。なんなんだ、ここは下の手やられるだけじゃないのか。ジロジロ見てんじゃねー。いや、動物園の動物になった気分だったね今。気持ちよかったよ。それじゃあここはメットを蹴ってすぐに右に行く。ここまで合ってる。この先からだ。なんだお前は今。ナイス反射神経だったね。つい手が出てしまいました。そしてここは下に行けばこのコースを初めて作ったってレベル高すぎない？どんな天才だよっていう話だよね。じゃあここはジャンプして、なるほど、ここのブロックが壊れて鍵が手に入れれるのか。そして次はブロックを壊せっていう感じだったよね。あの土管なんか出てくる。なんで盾で捨てておこう。ダバ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 じゃねえんだよ。いや、でもまだワンチャンあるよ。この土管の先ルートが変わってる可能性がある。ドルルルルルもうあのマネ許します。わざわざ見せ場を作ってくれてありがとう。そんな君にボムをプレゼント。バネジュバカチロ。さあここで中間ポイント見えたね。矢印は信用していいんでしょうか。僕は信用したいと思います。このまま左へ。この辺だね。よしよしよし。そして隠しブロックがありそうだけど、一旦ジャンプしてみるか。頼む、取らせてくれよ。バネ今日はなかなかバネいい仕事をするじゃないの。でも僕にとってはご褒美だよ。酔いも覚めてきました。そしてここなんか下って書いてるな。下に行って、あーやっぱ上は行けないよね。今一周上行けると思ったけど。それじゃあここは一旦何もしないでおこうか。合ってる、絶対合ってる。そしてここのハテナを叩いて左に逃げる。これが正解なんじゃない。うますぎるこの罠が。そういやこの前もさ、二日酔いの時に実況したら、しじみの味噌汁だったっけな、それを飲んだらいいですよってコメントでもらったんだよね。なんでちょっと誰か作ってくんない。ダメだ、実況が雑になってる。もうちょちゃんとしよう。なんか右を進化してたらこんなところに連れてこられました。これは新耐久の激闘っていうことですかね。一緒にちゃんとあなたが来て
てくれるのね。絶対違うやつが来るんでしょ、ここに。いや、一緒に味とマリオの甘い口づけ。それじゃあ今からゲーム実況っていうものをやっていきますか。僕もできるんですよ、ゲーム実況ぐらい。なんで今からゲームする側のピオキングと、そしてゲーム実況者一人二役をやっていきたいと思います。ピオキングさん、調子はどうですか。ちょっと黙ってもらっていいですかね。今結構大事な場面なんですよ。ピオキングさん、ナイス回避でしたね、今の鉄球は。読んでたんですか。ちょっと黙ってもらっていいですかね。それじゃあここはピオキングさんどうするのか。一旦ハテナを叩いて四角の枠に行くようだ。来ました、魚よ。うるせー。叩く、四角、避ける、そして右に行けと、そういうことでもないね。なんか入れないよ。え、これは、あ、テレサと思ったけど違うんだね。キモすぎやろこれ。なるほどね。ここでパワーアップさせてなかなかやらせてくんないと。どうせあと、うん、なんかやっぱ落ちてくると思ったよ。次はスターがないからちょ、頼む、もう落ちてこないで。落ちてきたら僕マジで怒るからね。落ちてこんか。ここで照準すればいいのかな。あ、なるほどね。これでこのドアに入れる。天国へのドアが開きました。僕の予想言っていい、あの扉に入るじゃん、絶対に中間ポイントがあると思う。なんだ、まあ、暗いかよその。めっちゃ焦った。ここ中間ポイントは右にあるな。ちゃんと待っておこうか。ここで待っておけばきっとキノコが取れると、そういうことだと思います。よし、さあ、あの中間ポイントの場所まで。しつけんだよお前は。やばい、今回魚がマジでしつこすぎる。右を全部壊せばいいのかな。そしたらいける。頼む、取らせてくれ。よっしゃ、やったぜ。そしてこのまま一旦右に行きましょう。あー、どうしようかな。一旦ジャンプしてこのつららのところに行っても何も出ないと。ここはオンオフして右にダッシュしようか。多分それが合ってると思います。オンオフした瞬間右にダッシュ。毒でまーん。オンオフする、一回変える、そしてもう一回変えて右にダッシュすれば毒でまーん。多分3回だね。まず初めにオンオフをする、変える、そしてオンオフをする、変える、そして3度目にオンしてすぐ右にダッシュすれば毒でまーんじゃないの。車は来たしたよ僕。引っかかれって思った方、多分見てる方で何人かいるんじゃないの。ここはジャンプしてみる。そしたらリンクが取れないね。また魚、あなたが邪魔してくるんですか。僕はもう引っかからなかったよ。同じ手には何度も引っかかりません。ここはリンク、 あと1回だけチャンスちょうだい。頼む、待ってリンク。ドクルマン、面白くなってきたね。でも僕の気持ちとは裏腹に頭痛がするばっかりです。じゃあここは一旦何もしない。そして次はいけるのか。抜け沼とかならないだろうな。よっしゃ。あと、あ、ここなんかゴールの雰囲気出てない。なんか、え、これは、え、落ちる。あ、オンオフを一回変えてこいということね。じゃあここはリンクを通ったらオンオフをしてこの土管に入れっていうことだよね。そしたらさっきの青いブロックが消えてると。そんでここね、ゴールっぽいんだけど、この砲台の裏めっちゃ怪しくない。あれ、この先行けないよ。このブロック叩くしか P スイッチ。あー、なるほど。オンオフを参加しないとこの先に進めないのか。でもこれどうやってやられるの。テレサとかなんか来るんじゃない。どうもありがとう。じゃあここで3回オンオフをしていきたいと思います。1、2、3。これで先に進む。なんかこのデカキノコはいるのかな。このデカキノコを取って先に進めばさっきのブロックが壊せると、そういうことですね。それじゃあ行きましょう。ゴールが近いんじゃないんでしょうか。きっとこの先ゴールだと思います。僕はそう呼んでるんですけど、一旦何もしない。ハロー、じゃねんだよ。左の方に逃げておく。あー、あの音符に当たらなかったらいいのね。僕は何もしない。いや、絶対こっちで合ってるよ。なかなか面白い罠たちを仕掛けてくれるじゃないか。ここは右に行っておく。そしたら、あ、取れる。あれ、なんでゴールじゃないの。今なんかゴールだったよね。ねえ。うますぎる。カメックで消したってこと。え、何よ。そんなの初めて。頼む、次こそゴールさせて。これはゴールじゃないんでしょ、どうせ。分かってるなあ。ここの土管に入れと、そういうことだと思います。どうすればよかったんだろう。あ、今なんか左ヒントって書いてたけどさ、ヒントを見るの忘れてました。ここは、え、なんこれ、ガーブバイン、なんか上にいるね。あ、いや、でもまだワンチャンある、ワンチャンある。こっか
からゴールできるんじゃない？多分そうでしょ。 CP 版とか立ってますけど、それが違うとか言うぞ。やっぱりそういうことだ。ありがてえ。そしてここで右に行けるんだよね。でゴールできるみたいな。絶対来てるこれ、絶対来てるこれ。多分ここやられないよ。多分右側開くんじゃない？ねえ、やられるとかそんなのないよね。頼む、急いでしこないで。よしよしよし、作りが上手すぎる。ゴールって書いてるね。これは何もしないでいいのかな。頼むって。なあ、これゴールさせてくれよ。チェックポイント位置に戻すとかそういうのは。いやここまでさせといてこれ起点させた。絶対ゴールと思ったよね今のは。じゃあここはツタに捕まっておけっていうことでしょ。これでゴールできると。コース騙し方が神がかってたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、マリオとウェンディの危険なデートというコースなんですけど、説明文にですね、お花畑にやってきたマリオとウェンディ、だがそこには凶暴な花たちの住処でもあった、もちろんウェンディを倒してはいけませんって書いてるんですけど、めちゃめちゃ面白そうじゃないこのコース。もうあの扉の先が気になりすぎてうずうずしてるもん。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.28%。 いやとうとうマリオもピーチ姫を諦めたんだね。デイジーでもなくてウェンディーというなんとも微妙なキャラクターを選んでしまったね。すいません、ウェンディーを可愛いって思ってる方は。マリオってさ、キャラクターいっぱいいるじゃん。その中でもさ、ウェンディーを一番可愛いって思う方いるのかなと思って。あー、なるほどね。いやちょっと待って、これ地味に難しいよ。あの炎入ってくるから、あの炎避けろと。やりすんだウェンディー。もはやこれはデートじゃないね。あんなに人を攻撃するような彼女欲しいとは思わない。お、 DV じゃん DV。 やめてよねウェンディ。いやこれ地味に難しいな。これね、ボム兵があるじゃん。このボム兵も多分爆発したらウェンディに当たっちゃうから、ちゃんと避けさせなきゃいけないと思うんですよね。なんかね、最速が48秒だったから、その48秒間耐えろっていうことでしょ。まあ耐久コースだね。これデートしてるって言えるの？まあ、ウェンディ当たったね。大丈夫？あと、いや、2回当たってしまった。まずい。ウェンディこれやられないで。ウェンディまあ一旦行ってみる。これせっかくなんで。なるほどね、ここで鍵を取ってたらやられると。いや面白いねこれ。ウェンディ、もう僕を攻撃しないでおくれ。僕はいつまで経っても君の味方だから。頼むってウェンディ。あの時約束したじゃないか。付き合って3ヶ月記念日の頃にさ、おじいちゃんおばあちゃんになっても仲良くしようねと、そう言い出したのは君からの方だよ。それなのに何をこの始末。あの時夜の公園で一応ショートケーキを食べながら言った言葉は嘘だったのかい。あの手紙も嘘だったのかい。最後に大好きだよハートって書いてて恥ずかしくて顔真っ赤にしてたじゃないか。もう真っ赤だけど、そっちがそういうつもりなら僕も手があるもんね。いつもいつも記念日をつけたがる君とうんざりしてんだ。もう分かりようかウェンディ。そして僕は違うキャラと付き合いたいと思います。さよならウェンディ。もう二度と会うことはないでしょう。バッドエンド。どうもありがとうございます。ちょっと待った、バッドエンドで終わるわけにはいかない。トゥルーエンドで終わらせようじゃないか。バッドエンドで終わったらちょっと気持ちが悪いもんね。ウェンディ、もうなってきたよ。やっぱりさっきのは嘘だったんだ。僕とやっぱりもう一度やり直させてくれないか。てかさ、ちょっと思ったんだけど、これ右に行ってたらダメなの？ウェンディ、我慢ゲしたウェンディ。これで僕たちは安泰だね。あっつ、これ一番右アンチなんじゃないの？一番右行ったらさ、ボブ兵が出てこないじゃん。だからめちゃめちゃ簡単にクリアできると思うんだよね。でたまにこうやって火だけ避けて、こうやって右に行くみたいだ。これでウェンディ、あ、当たるのか。でも基本的にこれめちゃめちゃ楽だよ。
あの炎だけ避ければいいっていう感じでしょ。なかなか炎もさピンポイントに来ないし。ウェンディ僕たちの未来が見えたよ。これで僕たちは付き合おうじゃないか。なあさっきの言葉は許しておくれ。ほんの冗談だったんだ。君もまだ怒っているのかい。そんなに攻撃してきてるけど僕は君の全て何もかも受け入れてみせるさ。そんな攻撃も全てな。だから僕たちはこれからも仲良くしようじゃないか。やっマリオさん見直しちゃった。さっきはごめんね。やっぱり大好き。つまんねこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。